ましたね、これはセカンドが投げていきました。ワンアウトから宗、昨日に続いてのヒットです。1週間ぐらい前から調子いいって、ね、言ってるって言ってましたね。大きいでしょうね。引っ張っていく、1、2塁間抜ける、1塁ランナー宗、2塁ストップです。3番の森つなぎました。昨日もヒット1本、まあ、第1打席いい当たりのセンターフライというのもありましたが、左中間、二塁ランナー帰ってくる、同点に追いつきました。早速オリックス4番のセネにもタイムリー。やはり昨日に続いて取られたら取り返すオリックス打線。セデーニョ、今のボール初球でしたけれども思い切っていきましたね。まあ、昨日も非常に、ね、対応できてたんで、はい、どのピッチャーに対してもね、あのセデーニョも調子いいんだと思うんですよ。セデーニョのタイムリー、まあ、昨日は右方向、一塁間抜け、またしても連打になる。逆転しましたオリックス。いや、野田さん、初回から攻撃止まりません。もう最初から右方向っていうね、そんな感じのバッティングですよね。はい、いいね、完全に今のもコンパクトに、いやいや、ね、やっぱり何でしょう、杉本がやっぱりこう調子いい時ってああいう打球非常に多いんですよね。捉えたいけどちょっとファール多い、右方向からいい当たり、セカンドの横抜けていきました。二塁ランナーは三塁ストップです。これで5連打ということになりました。小村さん、どうぞ。これも内に入って、ゴンザレスの打球高く上がった、センターフライ、ただ犠牲フライには十分か。一塁ランナーは二塁に行きますが、二塁もセーフです。三塁ランナー帰ってきます。3対1、ゴンザレスの犠牲フライ、もう1点追加、そして各ランナーが進塁ということになりましたが、いやでも今のはね、セカンド危なかったですよ。タイミングとしては、いやいや、アウトになってたらホームインになってないですよ。わずかに三塁ランナーのホームインよりも早かったですよね。そうですね、タイミングはちょっと送球それたんで助かったですけどね。このシーンですが、ね、うん、まあ、タッチをかいくぐって、